新庄監督がまた斬新な練習法を取り入れていると話題になっています。以前からフラフープの中を送球通させたりとか、外野が常にバックホームをするとかいろいろあったんですけど、今回は周期練習で打った後に左バッターが三塁側に走るといった練習です。普通は一塁側に走るのに逆に走るわけですね。そして野手はファーストではなくサードへ送球すると、かなり珍しい練習に見えますけど、どんな目的があるのでしょうか。新庄監督はこの練習を左打者の走り打ちの矯正というところを目的に掲げています。つまり左バッターは一塁へ早く到達したいがためにコツンと打ちながら走るという選手が多いわけですね。特に足の速い左バッターとかはそういった傾向にあります。そうすると長打が出づらく怖さがなくなってしまうんですね。三塁側へ走る練習をすれば嫌でもその走る打ちが強制できるという狙いの練習です。元阪神タイガースの赤星さんも左バッターで足が速い、そしてパワーがそこまでないという選手だったわけなんですけども、この走り打ちについてどのような考え方をしているか述べています。赤星さんも走り打ちを否定しています。一見赤星さんとかは走り打ちしてそうなイメージがある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、現役の時は一塁へ走りたいという気持ちをこらえてバッティングをするという意識をしていたそうです。パワーがない選手は特に振らなきゃダメ、三塁側に踏み出すくらいの気持ちでというふうに話しているので、今回の練習というのは理にかなっているわけですね。この斬新な練習法に対して野球ファンはどんな反応をしているのでしょうか。野球ファンの方々、特に野球経験者の方はこの練習は意外と取り入れられているとこも多いというふうにコメントがありました。例えば高校の時やったことがある、大学の時やったことがあると、そういった意見は結構多かったですね。そして著名なプロ野球の OB も結構進めている練習だよというふうに話していました。少し奇抜だけど今回の練習も含め新庄監督の練習というのは理にかなっているという、今回のはかなり肯定的なコメントが多かったです。以上です。